ジョージベロは、ナイジェリア出身のプロサッカー選手。ポジションは DF。メジャーリーグサッカー、アトランタユナイテッド FC 所属。アトランタユナイテッド FC のアカデミー出身。2017年6月、チームメイト2人と共に、クラブとホームグローンプレイヤー契約を結んだ。この契約は2018年シーズンから有効となる。2018年3月31日。 リザーブチームのアトランタ・ユナイテッド FC2 の試合に出場し、プロデビューを果たした。9月2日の DC ・ユナイテッド戦でトップチームデビュー。10月6日のニューイングランド・レボリューション戦でプロ初ゴールを決めた。ナイジェリア生まれであるが、幼少期からアメリカに居住していたため、アメリカ合衆国代表でのプレーを選んだ。2019年10月、ブラジルで開催された フィファ U-17 ワールドカップに U-17 代表の一員として参加した。同大会では2試合に出場したが、チームはグループステージ敗退に終わった。ナイジェリアの首都アブジャで生まれ、1歳の時に家族と共にアメリカ合衆国に移住。ジョージア州ダグラス郡のダグラスビルで育った。父親はアマチュアのサッカー選手だった。ありがとうございます。